皆さん、こんにちは。キン、ラーの脈を焼だかです。大相撲、昨日は確かに、友風がついに白星発信しましたね。はい。実は、4度の手術は本当に驚きました。あの、膝の怪我の手術。人体損傷は本当に人生が関わる、人生を左右する病気だそうでございます。これはもう、アスリートでもみんな同じです。確かに友風も、ニダ段まで落ちましたね。手の藤と同じで。はい。確かに、地道に這い上がって、結果的に、帰り入幕に帰り咲いたそうでございます。はい。 ただね、前世紀のとぼかずはもう少しで三役まで手が届きそうでした。あの、横綱格言に金星2個も奪う形がすごいです。はい。確かにとぼかず的は本当に地道にな努力でございますね。はい。まあ、趣味はピアノですからね。はい。ピアノが得意ですから、西武の山川と同じ。あの、性的行為の山川と同じですけども。とぼかず気をつけてくださいね。はい。とぼかず、白星おめでとう。あとは勝ち越しで二桁いって、そして、 三役、新三役、目標頑張るなとともかで。以上です。バイバイ。